おはようございます。小都市別駅です。ふるさと銀河線の沿線を歩く歩行動画、3日目の朝を迎えました。昨晩はこの小都市別駅の駅舎で泊まりました。結構ね、夜中も開放されていて、トイレもあって、トイレットペーパーもあって、すごく快適な空間でしたね。もう現役当時とほとんど変わらない、もう綺麗な待合室で、駅ノートもあって、鉄道時代の時刻表もそのままね、飾られていて、なんかそのすごくほっとする、安心するようなね、空間でしたね。だから駅本来のそのなんていうの、バス停ではなくて、駅に本来備わっているそのほっとする感じっていうんですかね、とりあえず街の中心である駅に行けばなんとなく安心だよねっていう、そういう、なんか信頼できる、身を委ねられるような、なんかその空間っていうんですかね、そういう空間がなんとなく残されてるかなっていう、そういう感じなんですけど、ちょっと桶戸方面に行く前に小都市別の街中をね、紹介したいと思います。小都市別は銀河星の中で一番こう奥地といいますか、一番こう峠に近くて、奥まったところにある駅なんですけども、非常にこうね、寂れたところなんですよね。廃屋が多くて、こういうふうにちょっと屋根が崩れちゃった家ですとか、結構ね、その空き地が多くて非常にこう寂しい場所ですね。おっと、犬がね。まあ犬はよそ者レーダーですからね。よそ者感知器。異物が混入してくると、ね、我が小都市別の集落に異物が混入してくると反応するというね。そういう役割を担ってるわけですよね。にしても霧がすごいですね。もうこの地方は朝は霧出るの当たり前じゃんっていう、そういう感覚でしょうかね。そんでもってですね、ここが小都市別小学校だった場所ですね。小都市別小学校跡、並行になった小学校なんですけど、銀河線が現役当時はここに宿泊施設がありましたね。夢屋っていう名前の、まあ、宿泊施設、まあ、民宿みたいなもんですかね、そういう、まあ、宿泊施設がありましたね。今はちょっと廃墟、完全な廃墟になってしまってますけど、わかりますかね。なんか校舎と、まあ、その奥に体育館のようなものが見えると思うんですけども、もともとは小学校だった場所をその利用して、まあ、夢屋っていう名前の、まあ、宿泊施設が営業してたんですけどね。その銀河線現役当時に泊まったことがありますね。夢屋っていうのは、その夢はその夢と希望の夢で、で、夢屋のね、屋がね、そのね、駅舎の社っていう字なんですよ。そういう読み方はありなのかってね、思うんですけど、ね、最近流行りのキラキラネームとちゃうんかって言いたくなっちゃいますけど、その夢の駅舎の社って書いて夢屋って読むらしいですね。ただその銀河線廃止になった頃に移転して、なんか今は陸別町の中心部あたりで今も多分やってると思うんですけども、まあ普通のホテルとか旅館と違って、なんかそのまあ宿の主人とその泊まりに来るね、宿泊者がなんか話をしたりとか、そういう交流が盛んな宿泊施設ですよね。まあそういう、なんていうの、旅行者同士の交流とか、そういうのが好きな人にはおすすめできるんじゃないかなと思うんですけどね。その宿の主人さんは夢屋っていう名前を気に入ってるみたいで、なんか我ながらいいネーミングだって思ってるような感じで、おっと、
なんかその電話かかってくるんですよ。電話がかかってきて、トゥルルルって言ってこう、はい、夢屋ですって、なんかその受け答えする時のその夢屋ですって言ってる時の顔がすごくなんか楽しそうでしたね。なんか夢やってるよ、夢があるよって、なんかそんな風にお客さんにその夢を運んじゃうよみたいな、そんな感じの、うん。でその夢屋の主人と、まあ、その旅行者のね人、まあ私が泊まった時は他に一人しかいなかったんですけども、なんかその3人でさ話をしてたんですよ。で銀河線の話にもなって、でその夢屋の主人さん曰く、うん、確かに銀河線廃止するのは大反対なんだけど、ただ国の支援策っていうのが全く整備されてなくて、だからそういう国の方針が変わらないと結局は廃止になってしまうんだろうなっていう、うん、だからその、まあ、廃止になってしまったら次はそのこの鉄道の跡を利用してなんか観光施設を作るとかね、だから今の陸別鉄道みたいな感じで、その鉄道を生かしたね、その観光誘致とかそういうことにも力を入れていきたいとか、そういうことを話してましたね。それから銀河線には快速銀河っていう快速電車が走ってたんですけども、銀河線が開業当初は小都市別は通過するつもりだったみたいなんですよ。あ、通過していたのかな、うん、小都市別は快速通過駅だったみたいなんですよ。だけど、いや小都市別に快速が止まらないのおかしいじゃないかっていうふうに意見を出して、あ、わかりましたわかりましたって言って、小都市別は快速停車駅になったっていうね、そういうちょっと昔の話もしてましたね。まあその主人さんはその銀河線時代だけじゃなくて国鉄時代からずっとこう小都市別を見てきた人みたいなんで、国鉄地北線の時代には急行列車が1日1往復走っていて、小都市別も止まっていたみたいなんですよ。確か停車駅が本別、阿蘇路、陸別、小都市別、桶戸、訓練府、北見だったんですよね。あの阿蘇路とか本別とか陸別はともかくとして、小都市別止まるっていうのはすごいなんか違和感あるんですけど、だ昔は相当賑わってたんでしょうかね。訓別とか笹森とか、ああいうなんかそのホーム一本だけの無人駅と違って、小都市別はちゃんと駅舎のある駅ですから、やっぱりその昔はしっかりたくさん人が住んでて、だから急行も止まったんじゃないかと思うんですけども、だからその銀河線開業の時にその快速通過駅にしてしまったのに対して、いや小都市別は快速止まるべき駅だろうって主張したのは、やっぱり昔からの伝統だからっていう、そういう意味合いもあったんでしょうかね。それとも、まあ、その夢屋の主人さんの話を聞いたときに、いやいやいや、今となってはその小都市別に快速停車っていうのはねえ、ちょっと小都市別はその快速停車する素質ねえだろうって内心思いましたけどね。まあでも大丈夫ですよ。将来私が責任者になって銀河線を復活させて、あの高速化で特急を走らせた暁には小都市別はもう快速も特急も止まらない駅にしますので。とはいうものの、昨日一昨日と話してきた銀河線復活と札幌までの直通特急列車を走らせるぞっていう、そういう計画は別に自分がゼロから考え出したことじゃなくて、あの川島良三さんがね、前々からずっと主張してきたことなんで、まあある意味パクリなんですけどね。ただでもその市別線も復活させようとかね、市別線を復活させて釧路までの直通快速は最低でも運行しようとか、あとまあ羽幌線もできれば復活したらどうかとかね。でもその際にはその片言のんびりローカル列車ではなくて、最低でも旭川からの直通列車、稚内までの直通列車は運行しなければいけないとか、名寄本線も紋別っていう主要都市があるから鉄道復活させたいけど、ただ名寄本線は札幌まで一直線っていう、そういう性質の路線じゃないので、
まあ、どこに特急を走らせるかって、どういう運行系統にするのかはちょっと難しいねっていう、そういう話とか、そういうアイディアとか、その辺の考えっていうのは別にパクリではないですからね。まあ、そんな話をすると、鉄道自体が目的じゃないかって思われるかもしれませんけど、違いますからね。やはりバスと違って鉄道は非常に信頼感の強い乗り物で、そのいろんな目的にこれ一本で対応できるっていうね、非常にこう使いやすいんですよね。それで街を開放的にする効果があって、まあ、そのためにやっぱり特急を運転する必要があるんですけども、やっぱりそんなね、明らかなローカル線までね、維持していけって言ってるわけじゃなくて、ある程度の空間を鉄道で埋めておく必要があると思うんですよね。やっぱり駅っていうホッとできる空間はある程度必要なんですよね。そのホッとできる駅っていうのは、そのトイレがあるとか、その私のような旅行者が寝袋敷いて泊まれるとか、そういうことではなくて、高校生が、下校中の高校生がだらしなくたむろって、このね、べちゃくちゃ喋れる場所っていうんですかね、その鉄道で通学してる高校生が、まあ、学校帰りに駅に着いて列車を待つときに、なんかコンビニで買ったお菓子をさ、なんかだらしなくさ食べながら、そのなんとかってなんとかじゃねギャハハみたいな感じで、そのね、なんかだらしなくこうくっちゃべったりするじゃないですか。そういう風にこう羽を伸ばせる場所っていうんですかね、そういうのはやっぱり必要だなって思うんですけども、でバスターミナルじゃダメなのか、バス停ではダメなのかっていうと、やっぱり先日もお話ししたように、バスっていうのはバス停のポールのところに人がいなければ通過してしまうっていうシステムになってるので、どうしてもね、そういう風にこうだらしなくバスを待つっていうのがなかなかできないんですよね。そうやってこう、なんていうのかな、これからやってくる列車やバスのことを全く気にせずに、だらしなくね、こうだらっとできるっていうのはやっぱり列車の駅のやっぱ魅力なんですよね。そう、なんかカーンカーンカーンって踏切が鳴って、カタン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 フワーみたいな感じで、こう列車が駅にホームに侵入してきたから、ああ来た来た、じゃあな、あじゃあなみたいな感じで、そのだらしなくくつろげるっていうかね、そういう場所ですよね、駅っていうのはね。バス停だとどうしても、あ、なんかこんな風にだらしなくやってたら運転手がバス停に人出しって見て通過しちゃうんじゃないかっていう、そういう不安が脳裏をよぎるでしょ。だからどうしてもこうね、なんかどうしてもね、バスを待つときって緊張感が漂っちゃうんですよね。皆さんも経験あるでしょう。だそういうバスの弱点を克服するために、ある程度主要なバス停は、そのバス停に人がいようといまいと必ず停車してドアを開けて、発車時間よしって確認してから発車っていうシステムにすれば、少しはね、鉄道のようにだらしなくバスを待てるバス停になるんじゃないかなと思うんですけどね。まあ実際のところ、十勝バスの千切りとか本別とか足利とか、そういう主要なバス停では、まあ実際そのバスは、そのバス停にお客さんがいなくても止まってるみたいですけど、でもそれだけじゃダメなんですよ。それじゃあさ、このバス停はそのお客さんがいなくても止まるってことはさ、明記されてないじゃないですか。だからやっぱり不安がよぎってしまうわけですよ。やっぱりバスっていうのは、そのお客さんがいなければ通過する、無情にも通過してしまうっていうね、まあ、そういう概念がやっぱりさ、日本全体を覆ってますから、それをこのバス会社の頑固なね、その頑固なこの頑固親父の精神でガーンとぶち破っていかなきゃいけないわけですよね。だからそのバス停に赤い文字で、このバス停は、バス停のポールの前にお客様がいらっしゃろうといらっしゃらなさ、なかろうと、必ず停車し、発車時間を確認して発車いたします。どうぞ皆様ご安心して、待合室内でお待ちください。ね、バスが来たら運転手が、帯広行き発車いたします。帯広行き、帯広行きですってね。
13時53分発帯広行き、帯広行き、まもなく発車いたします、お利用のお客様はバスにお乗りくださいっていう風にアナウンスしますので、そしたらね、のんびりとね、バスにご乗車いただければ何の問題もございませんってことを、そのバス停の待合室かね、バス停にもう誰にでも分かるようにガーンと書いておくべきなんですよ。でもしもバス停のポールのところに誰もいないからって言って通過するような運転手がいたら、もう明らかにね、しかも夜だし、ポールのところにお客さんもいないし、もう今までの経験上、この時間帯にこのバス停からお客さんが乗ることはもう 100% ないっていう状況であったとしても、そういう知識と経験に基づいてバスを通過させるような運転手がいたら、もう私がもうバス会社の社長だったらもう速攻クビですね。もう解雇ですよ。でさらにクビにした上に、そのクビにした旨をバスの車内にこうバーンと貼り付けて、十勝バスの歩き人運転手は、当社規定に背き、千切りバス停を通過するという、もう大変極悪な職務規定違反を犯した。これは、我が十勝バスの、十勝バスの信頼感を損ねるとともに、地域住民の皆様に対する不安をかきたてるような、もう重大な、違反行為であるがゆえに、もう内首にしてここに晒すものなりっていうふうにね、もうまあ晒し首ですよ。うん。やりますからね、それ。私がバス会社の社長だったら。まあでもそんなこと言うと、なんか労働基準法的になんちゃーってことになっちゃうのか。うん。まあ、即刻クビっていうのはちょっとやりすぎでしょうかね。まあでも反省文書かせますよ。もう私は、長年の経験上、千切りバス停に、からお客さんが乗ってくるっていうことは絶対にないというね、まあそういう村の掟に従って、十勝バスのルールに背いてしまった。これは、その利用客の皆さんや、もう十勝バスの皆さんからの信頼を損ねてしまうようなね。そしてその、この沿線の、その、バスに対する信頼感っていうものを、もう失わせっていうのかな。もう将来に格好を残しかねないようなね、もう重大なその、過ちを犯してしまって本当に申し訳ありません。二度とこういうことはしないようにしますので、ぜひこれからもバス運転手やらせてください。すいませんでした。本当にすいませんでしたっていうね。うん、そういう反省文を書かせて、その反省文と顔写真をバスの車内にバーンと貼り出しますから。もうこれならいいでしょ？別に首にはしないよ。一回ミスっていうか一回違反で、一回違反したぐらいだったらまだ、ね、仏の顔は一度までだな。二度もやったら、それはちょっとね、バス運転手としての資格なしなんで、さすがにそれはもう首にするしかないかなと思うんですけどね。非常にこう、現実的な提案ですからね、これは。私は、この銀河線沿線ウォーキングの中で、いろんなね、鉄道再整備案とかね、バスの改善案など、北海道新幹線のことなどいろいろなことを話してきましたけど、これは決して夢物語とかね、その自分の理想を語ってるだけとか、その物語の世界を語ったりとかね、俺はすげえんだぜみたいな、そういうなんていうの、大きな口を叩くショーをやってるわけではなくて、非常にこうね、現実的な提案を繰り返してるだけなんで、その辺のところちょっとね、誤解なきようお願いしますね。現状の路線バスはどうしても村の掟に左右されがちですよね。もう会社の掟よりも村の掟、まあその別に会社にはちゃんとルールがあるんでしょうけど、現場で働いてる運転手たちがやっぱりどうしてもこの村の掟にこう引っ張られちゃってるっていう、そういう傾向があるんで、それをやっぱり改善していかないといけないなと思うんですよね。それに対して鉄道っていうのは、もう鉄道会社の鉄の掟によってこう統率されてるんで、非常に頑固で融通が効かなくて、そういう乗り物ですよね。で、だからこそ、その、乗客たちは、もう自分たちがこの鉄道を動かしてるっていう感覚が全くないがゆえに、鉄道を利用するときの、まあね、汽車をね、利用するときのストレスがね、ないんですよね。
まあ、ちょっと抽象的な話になってしまいましたが、まあ、昨日も話したことなんでね、まあ、おさらいのような部分もあるんですけどね。銀河線が現役の頃、まあ、確か廃止になるもう直前の頃だと思いますけれども、17時34分に池田駅に到着する列車があったんですよ。まあ、ちょっと時刻間違ってたら申し訳ないんですけども、で、その17時34分に、アシュロ方面からの銀河線の列車が池田に到着するんですけど、その5分前にスーパー大空札幌行きが出てしまってるんですよ。池田駅を17時29分に、出発する、その札幌行きが確か出てたような気がするんですね。まあ、ちょっと本当にその細かい時刻は間違ってたらちょっとすいませんが、それでなんかその北海道地方高原鉄道に対するなんかご意見募集とかなんかそんなような、なんていうのかな、会社のホームページにそれが指摘されてたことがあるんですね。池田駅で特急スーパーオートラに接続しないというのはおかしいんじゃないか、もう少し池田駅到着を早めて特急に接続するべきなんじゃないかっていう意見がその会社に寄せられたことがあるんですよ。でそれに対する会社の回答はなんか特急に接続することよりも高校生の下校時間帯に合わせることを優先するダイヤになっておりますのでご理解をよろしくお願いしますとか、なんかそんなような答えだったんですね。これがダメなんですよね。鉄道でありながらまるでバスであるかのように、なんか村の掟に引っ張られて、その鉄道本来のその頑固な役割っていうのをちょっと果たしきれてないわけですよ。池田駅で特急列車に接続してないっていう指摘は非常にこう的確なものだったわけなんですけど、でもそれだったら北海道地方高原鉄道に文句を言うんではなくて JR に文句を言うっていうのも一つの手だと思いません？ちょっとJR さん、池田駅にその17時34分に銀河線の列車が到着するんだけども、それにちゃんと接続するようなスーパー大空のダイヤにしてくれませんかってね。ちょっとさ、スーパー大空の発車時刻を遅めればね、だから釧路発車を遅くすれば銀河線の列車からお客さんが流入して札幌まで、ね、行ってくれるかもしれないじゃないですかね。なんでそういう指摘をしないんでしょうね。なんでかって言ったら、それはもう JR はもっとその広いネットワークで運行してるから、そこでその5分その発車時間を遅くすることによって帯広方面、札幌方面でいろんなところに影響が出てきて、いろんなところに支障をきたしてしまうから、そちらに働きかけるのはちょっと難しいんじゃないかっていう、そういうことでしょ。もうその JR 北海道はやはり鉄道として鉄の掟によって運行されてるから、やっぱりその鉄の掟に合わせるしかないっていう、そういう話ですよね。まあ、北海道の鉄道ネットワーク全体の掟というのと、その地元の高校っていうその村の掟に挟まれた時に、銀河線は村の掟の方に引っ張られてしまったわけですよ。それじゃあダメなんですよね。やっぱりそこはちょっと JR に合わせて特急列車に接続しますと。で、それに合わせて沿線の高校も下校時間や授業時間なんとかしてくださいっていう、そういう姿勢を開業当初から、鉄道としての役割はそういうものなんですっていう、そういう姿勢でやんなきゃいけなかったんですよね。だから鉄道であれば何でもいいってわけじゃなくて、そのやっぱりその村の掟に左右されるのではなくて、鉄の掟によって右に左に東に西に毎日元気に走っていくというね、そういう信頼感のある鉄道を作っていかなければいけませんというね、そういう話なんですけどね。特急に接続することよりも高校の下校時間に合わせたダイヤにしてたっていうのは、もう地域密着でいいんじゃないかっていうふうに思われる方もいらっしゃるかもしれませんけど、この地域密着っていうのがなんかどうしてもくせ者なんですよね。地域密着って言うけれども、それは常連さん密着でしかないんじゃないかって話なんですよ。昔からよく乗ってくれるいつものお客さん、常連さん、一部の常連さんだけに密着していて、地域全体には密着なんかしっこないじゃんっていうね。だってその高校生たちが下校で列車を利用する
間にも、ああ、なんかちょっと札幌に用があるんだけど、あ、スーパー大空で行きたいんだけど、ああ、じゃあ銀河線じゃ接続できないじゃん、しょうがないから自動車で帯広まで行くか、みたいな、そういう人がいるかもしれませんよね。そういう人がいたかもしれないじゃないですか。そういう人には密着してないですもんね。地域密着といえば聞こえはいいですけど、それは常連さんにすり寄ってて一元様お断りになってるだけなんじゃないかってことはね、ちょっと注意しておかないといけないことなんですね。っていうかここからもう桶戸町ですね。千北峠か、ここがなんか随分早いですね。まあ、当初は小都市別から桶戸は何にもないね、山道がずっと続くだけなんで、もう話すネタもないし、バスで行こうかなって言ってたんですけど、まあせっかくここまで来たんだから全部歩いちゃえってことで、歩いてるんですけどね。なんか随分なんか千北峠ってなんか随分あっさりしてましたね。なんだこんなに近かったのかとね。地域に密着するっていうのは、まあ、常連さんにすり寄って、まあ、常連さんの輸送に特化した鉄道、まあ、バスにしてしまうってことであって、もうその鉄道本来の、まあ、いろんな需要に応えるっていう、そういう本来の役割を放棄することにつながりかねないんですよね。まあ、札幌までお出かけしたいなとか、帯広までちょっと買い物行きたいんだよなとか、ちょっと病院行きたいんだよねとかね、あるいはもう本当に通学なんだよねとか、あるいは東京までちょっと出張があるんだよねとか、もう人々はいろんな方向にさ、もう乱雑にいろんなところに行きたがってるわけじゃないですか。その中で一つの目的に限定して、その常連さんの目的にその密着してしまうってことは、結果的にそのなんていうのかな、新たなお客さんを掘り起こすことができないんですよね。だからそれはもうちゃんとどんな目的でも対応できるような、そのバランス良いね、そのダイヤにして、だから特急には接続するなんていうのはもう当然であってですね、やっぱり地域に密着するんじゃなくて地域を密着させないといけないんですよね。その鉄の村の掟じゃなくて、その北海道全体の鉄道ネットワークにあったその鉄の掟によって運行することによって、その鉄道も信頼感が生まれて、結果的にその地域が密着して、こう、密着するわけですよ。地域に密着するな、地域が密着しろっていうのは、なかなか我ながら名言なんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、名言というのは、発言者本人ではなくて他の人が認定するから名言なんだっていう、そういう一面もあるんですけれども、まあ、ここまで銀河線沿線徒歩旅行の歩行動画をずっとご覧になっている方は、まあ、特に沿線住民の、ね、方たちは、まあ、言いたいことはわかるけど、でも銀河線お客さん少なかったし、今更復活してましてや特急列車運転なんて、ちょっとって思う方も多いと思うんですけども、私が言ってるのは、その元々のふるさと銀河線を復活させることじゃないですからね。その地域密着で、なんか村の掟に、左右されてフラフラしてるような、そんなね、ふるさと銀河線ではなくて、まあ、新たなね、超速銀河線を復活させようって言ってるわけなんですよ。そういえばさ、銀河線にはなんか非常にこう小さな駅がたくさんあったんですけども、笹森とか塩幌とか、佐間舞とか西一線とか訓別とか、本当にこう利用客が非常に少ない駅があったんですけども、でも駅であるからちゃんとこう列車が止まんなきゃいけないじゃないですか。でその列車が止まったら、その降りるお客さんが、そのなんていうのかな、ドアの開閉ボタンをプスッと押すとドアがヒューって開くっていう、そういうシステムになってたんですよ。でそのなんか運転手が、まあ確かにこの列車は笹森に停車する列車なんだけれども、でもどうせさ、どう見ても笹森で降りるお客さんいないし、乗ってくるお客さんもいないからっていうんで、なんか完全に止まらずに、なんか徐行運転で、みたいな感じで、なんか止まりきらずにそのまま発車してしまうってことがあったんですよ。
本来であればちゃんと止まってとりあえずドアを開ける準備をして、あ、ドア、あの、降りるお客さんいないなってことを確認したら、はい、時刻よしで発車すべきじゃないですか。だけど長年のね、私も10年以上ふるさと銀河線の運転手やらせてもらってるけれども、この時間帯に笹森で降りるお客さんを見たことはないね。まあ、そういう状況だから、まあ、確かに止まんなきゃいけないのは山々分かってるはいるんだけれども、まあ止まるふりだけしとけばいいんじゃないみたいな、そういうさことだったと思うんですよ。それがね、ダメなんですよね。それじゃあさ、その村の掟に左右されがちな路線バスと同じじゃないですかね。え、そんな地域密着の銀河線を私は取り戻したいなんて一切思ったことはないですからね。私が目指しているのは地域に密着しない、地域が密着してくるような、でしかも札幌までの特急列車で新たなお客さんを掘り起こして地域に貢献できるような銀河線ですから。昨晩は小都市別駅の駅舎に泊まったんですけれども、非常に快適な空間でしたね。もう銀河線廃止から10年経ってるのに、もう本当に現役の時と変わらない、なんかその綺麗で、ね、清々しいね、待合室で、非常に寝心地が良かったですね。その掃除とか管理をね、してくれてありがたいなぁと思うんですけども、銀河線が廃止になったのと同じ頃に、石川県の能登鉄道能登線っていう鉄道も廃止になってしまったんですけども、以前その能登線の廃駅巡りをしたことがあるんですよ。で、能登線の場合は、能登線廃止からもう10年も経ってるんですけど、ほとんどぶっ壊されてる駅がほとんどないんですよ。もう銀河線はその古い駅舎とか古いホームはもうことごとくね、コッパみじんに打ち砕かれちゃってますけれども、能登線はなんかボロボロのホームや待合室もそのまま放置されているような感じで残ってるんですね。で、中にはその待合室になんていうのかな、ドアをガラッと開けて待合室の中に入れる駅も結構あったんですけども、ただちゃっかりなんだこれ、現役の時と同じように駅寝できるじゃんって言って、その能登線のその無人駅のその待合室に寝袋を敷いて泊まったことがあるんですけども、やっぱりね、その全く管理されてないから非常にこう埃臭いんですよね。埃臭いとなんかどうしてもね、喉がね、いがらっぽくなっちゃったりするんですよね。まあ管理されてないとね、結構その荒廃してしまって、まあその埃っぽくなって、結構窓ガラスが割れちゃったりとか、そういう、まあ、そういう駅もありましたからね。そうそう、能登鉄道能登線白丸駅を訪問っていうだったかな、そういう歩行動画もありますので、まあちょっとその辺もね、ちょっとご覧いただければなと思うんですけれども、まあ、その小都市別駅の快適さっていうのは、もう管理してね、その掃除をしてくださるね、方々の賜物なのだということなんですが、小都市別駅を掃除してくれている皆さん、本当にありがとうございますって言って終わりにしないのが私のやり方なんですけども、その小都市別駅にはカレンダーが壁にこう貼り付けてあるんですけども、毎年その新しいカレンダーをね、交換して、まあそういう風にね、細かいところまで管理されてるんだなというんですけれども、そのカレンダーにカレンダーに日付があるじゃないですか。で、日付のところに名前が書いてあるんですよ。10月の2日は佐藤じゃないな、吉田さんとかね。で、その次の週は篠ノ目さんとか、なんかそんな感じで、そう、なんか名前がね、こう、各州ごとに書かれてたんですね。で、それを見たときに、ああ、そっか、って思いましたね。要するに、小都市別駅は、陸別町が管理して、清掃とかそういうのを行ってるんではなくて、まあ、おそらく、小都市別に住んでいる、まあ、小都市別自治会とか、町内会の人たちが、小都市別の、清掃っていうか管理を行ってるんだと思いますよ。
で、その当番表みたいな役割をね、カレンダーは担ってるんじゃないかなと思ったんですけど、いや、確かにありがたいんですよ。本当にありがたいんですけれども、自治会の絆っていうか団結のようなものを感じて、ちょっと複雑な気分になりましたね。例えば小都市別に住んでいて、まあ、もう銀河線廃止になってしまったし、列車はもう来ないから、あの駅はだってもう用なしじゃないですか。だから別にそのまま開放するのはいいけれども、別にそのまま放置しておけばいいんじゃないってね。まあ掃除するにしても、まあ1ヶ月に1回か、あるいは1年に1回か、もうトイレなんていらないんじゃないかなとかね。そういうふうに仮に考える人がいたとしても、それさ口に出せるんだろうかっていう、そういう話なんですよね。小都市別のその町内会やら自治会の人たちが集まって、そのじゃあこれからもね、わしらで小都市別駅を守っていこうじゃないか、管理していこうぜってね、快適な空間、そして徒歩旅行者が快適に一夜を過ごせるような、そういうほっとできるような駅をこれからも続けていこう、頑張ろう、おうっていう、そういうふうに話がまとまりかけた時に、いやー、僕はそんなに小都市別を積極的に管理していく必要はないと思うっていう意見が言えるかどうかっていう、うん、でそれより以前に、小都市別に住んでおきながら、小都市別の自治会なり町内会に入らないという選択肢が許されるのだろうかっていう、なんかそういうなんか村の掟のようなものを感じて、ちょっとこう、っていう、なんかそういう思いを抱きましたね。結構以前の話だと思うんですけども、新潟県の関川村っていうところで、その、まあ、田舎町のその町内会で、なんかお祭りをやるんだけども、その町内会の規則では、もう町内会会員全員が参加すべしっていうことになってるんだけれども、でも用事があるからお祭りに参加したくないっていう住民がいて、その住民に対してその町内会長が、ほほう、我が町内会の伝統ある祭りに参加しないとは不届き全満って、そんなやつはその地域のゴミ置き場を使う権利を剥奪するって言って、なんだよそれ、ふざけんなってさ、祭りに参加しない権利もないのかっていう、まあ、そういうことが争われたなんか裁判がありましたよね。なんかその関川村なんとか裁判で、裁判が終わって一応解決したはずなんだけども、でもやっぱりその今でもその町内会があるその町内では、その祭りに参加した人と、まあ参加するの嫌だよって言った人の間で、なんかどうも仲が悪くて、なんかどうもギクシャクしてしまってるっていうね、なんかそういうニュースがありましたよね。要するにその町内会っていうのはどうしてもその村の掟に従って、個人の自由っていうのをこう制限していくっていうのかな。なんかその個人のなんていう自由な意見っていうのをこう封殺していくっていう、そういう方向にこう働きやすいわけですよ。それは非常にこう暴力的なことだなと思うんですよね。だって裁判で一応解決したはずなんだけれども、でもその町内会のその町内会長とかの連中から言わせれば、うちら田舎町の問題をね、その裁判所で裁判官に判断してもらうっていうのはいかがなものかってね、うちらのことはうちらで決める、それがこの我が町内ってもんだっていう、そういうさ意識ってやっぱり若干あると思うんですよ。だからその中央権力っていうのかな、その国とかそういう権力以上に、その町内会っていうのは非常に身近な暴力としてこうね、暴力バチンとこう殴られるような、殴られるわけじゃないけれども、そう暴力的な性質っていうのを持ってるので、その町内会の団結とかね、そういうのは非常に暴力的で、なかなかそのすっきりしない思いっていうのがあるんですよね。だから先日あの朝日新聞でその町内会を考えるっていう、そういう特集の記事があったんですけども、なんかその町内会はその防災とかね、その地域のその、なんていうの？
街中の掃除とかそういうのに役に立つ反面、それに参加しない人と、参加しない人を弾圧してしまったりとか、あるいは町内会そのものに入らないっていう人に対して、この嫌がらせ、嫌がらせじゃないけれども、ゴミ置き場を使わせないぞって言ってみたりとか、そういういろんなその圧力が生じるので、非常に多くの問題を抱えてるっていうんで、町内会問題を考えるっていう記事が、掲載されたことがあるんですけど、でもそれだって田舎の町内会長のから言わせれば、いやいやそんなね、東京都中央区、築地に本社があるような朝日新聞社の記者が書いたね、そんな記事よりも我がね田舎の町のことは俺たち町内会の人たちが一番よく分かってんだってね、我が集落のことは我が州、部落っていうのかな、東日本だと部落っていう言い方よくしますよね。我が部落のことは俺たちが一番分かってるんだっていう、そういう意識があるじゃないですか。で、俺たちが一番よく分かってるっていう意識がどうしてもその、なんていうのかな、人々にその団結とか絆を強いることになって、その自由な意見をね、なんていうのかな、自分の個人の自由っていうものを非常にこう、その抹殺、封殺していくような力になっていくので、それがね、非常にこう、気持ち悪いなっていう、そういう暴力的な一面があるんでね。なんか森の中に、なんかバスの廃車がありますよ。ね、こんな千億峠に向かう道の、ね、本当にこう人気のないところになんかバスが放置されてね、なんかかわいそうっていうか頑張ろう日本とか絆とか一致団結とか、そういうのっていいイメージで捉えられることが多いですけども、非常に危ない性質を秘めてるってことを理解しておく必要があるんじゃないかなと思うんですよね。みんなで力を合わせて一致団結して頑張りましょう！おう！なんてそんなね、エンジンが組まれてる時に、いや、僕は別にいいやって言って、そのエンジンに参加しない奴がいたら、そういう人のことを皆さんなんて呼ぶかご存知ですかね？最近流行りの言葉で、売国奴って言うんですよ。昔は非国民っていう言葉が使われてたみたいなんですけど、非国民っていう文句は歴史の教科書に載っていて、ファシズム的な、ね、文句の代表みたいに捉えられてるんで、それはちょっと言いにくいってことで、売国奴ってよく言いますけれども、同じ意味ですからね。非国民も売国奴も同じ意味ですよ。YouTube で、湯気塾って検索してもらえるとわかると思うんですけども、湯気塾の5分でわかるシリーズっていう教育動画があるんですよ。これは歴史とか政治経済について、5分で簡単に解説するっていう、そういう動画のシリーズなんですけど、その中にファシズムについて解説してる動画があるんですよ。で、湯気塾の湯気先生の解説によると、ファシズムっていうのは、政治的に団結することなんだそうなんですね。こう、牛乳もう一杯のトラックが通りましたね。タンク車なのかな？政治的に団結するっていうと、なんか別にそんなに悪いことのように思われないかもしれませんが、いやでも僕は悪いことだと思いますよ。ファシズムの政治的団結っていうのは、思想の自由ないですからね。なんていうの、ファシズム、なんていうの、ファシストっていうのかな、ファシストのその中央の、いうことにみんなで一致団結、もう体制翼賛会っていう、そんな感じで、それに異を唱えるやつは、お前売国奴って言って弾圧されると。それがファシズムなんですよね。一致団結っていう考え方っていうのは、そういうファシストにつながっちゃうんで、それは非常にこうね、気をつけて使わなければいけないことだと思いますけどね。一致団結っていうのはまさに劇薬なんですよね。少量であればいい結果を生むこともありますけど、使いすぎると確実に毒になりますからね。少量で
いい結果を生んだ一番いい例は、2011年の大震災で被災した三陸鉄道ですかね。三陸鉄道は2011年の地震と津波で、ね、駅や線路がこう壊されてしまって、まあ、全線で普通運転見合わせになったんですけども、ただでもね、被害の少なかった区間なんていうのかな、応急的に復旧させて、復興支援列車として一部区間で運転再開したじゃないですか。それで厳しい状況だけど社員一同頑張ってますっていう、そういう、まあ、三陸鉄道の真摯な姿勢がね、テレビで紹介されて、もう岩手県だけじゃないですからね、もう日本全国のもうテレビとか新聞とかで紹介されて、三陸鉄道素晴らしいってね、今まで三陸の佐の字も知らなかったような人たちが、もう三陸鉄道やるじゃないかって言って、こう注目したじゃないですか。だから、三陸鉄道全線復旧にはお金かかって、やっぱりその会社だけの力では、どうしようもないから、もう国に頼るしかないんだけども、現状の枠組みだとそのどうしてもね、自治体とかそういうのの負担の割合が増えてて、どうしてもそれでは厳しいっていうんで、なんとかしてもらえないかね、これだけさ、社員一同そして全国の皆さんが応援してる三陸鉄道をなんとかしてでもね、全線再開しようじゃありませんかっていう、そういう世論がもう日本全国でガーッと盛り上がって、あ、じゃあ分かりました、そういう災害があった時は国の負担で復旧しましょうみたいな、そういうふうにこうシステムを変えて、それでまあめでたく全線復旧しましたよね。まあ、三陸鉄道はその震災を機に上下分離をして、もう線路とかそういう鉄道施設は自治体が管理して、鉄道会社は列車の運行だけを行うっていう、そういう仕組みに変えたみたいなんですけど、そういう仕組みに移行することによって、国から全面的な支援を受けて復旧しましたよね。あれは要するに一致団結が功を奏した、もう一番いい例ですよね。あの時に税金かけて三陸鉄道復旧するなんて無駄無駄なんて、そんな意見さ、口が裂けても言えないじゃないですか。でみんなが一致団結して絆を深めて三陸鉄道全線復旧に向けて頑張りましょうおーなんてやってる時に、いや三鉄いらねえよなんて、そんなことはさ、言ったらもう売国奴ですからね。うん、道路だって橋だって地震で被災すれば国の予算で復旧するんだから、鉄道だってその地震でね、鉄橋が壊れたりすれば国の予算で直すのは当たり前、ある意味当たり前ですから、その復旧するために一致団結が必要っていうこと自体がね、おかしいなと私は思いますけどもね。実習橋こんなとこにバス停があったんだ。小都市別から桶戸の間は一つも駅がありませんでしたから、バスもそれに倣ってずっとそのバス停はないのかなと思いましたけど、そうではなくて、なんか工場ですかね、倉庫があるところにバス停が設けられてるんですね。2011年の地震で被災してしまった国道340号線を何としてでも復旧してほしい、もう住民一同のもう切なる願い、もう虚しいかもしれないけど、切なる切なる切実な願いです。どうか日本国土交通省の皆さん、本当によろしくお願いします。本当に困ってますので、なんとか国道340号線を直してください、お願いしますなんて言ってさ、署名活動とさ、なんか嘆願請願、そういう活動とかないでしょね、そんなことしなくても勝手に自動的に道路は復旧してくれるっていうね、まあ、そういうシステムが出来上がっちゃってますからね。鉄道は一致団結して、まあ、ファシズムではないですけども、一致団結して絆を深めないとなかなか復旧されないのに、ね、道路、まあ道路っていうか、まあ、まあ普通の道路だったらそれは当たり前っちゃ当たり前ですけど、高速道路だって、何にもしなくても勝手に復旧進められるような、そういうシステム予算が組まれるようになっちゃってますからね。同じように鉄道だって被災したら、だって平常時はさ、その普通に列車運行できたとしても、なんか大地震が起きた時にその復旧費用を国が持つくらい、そのくらいやったっていいじゃんと思いますけどね。
銀河線を廃止にするか、それとも存続するかっていう議論が燃え上がってる時に、もう日本全国で銀河線を潰すなんてとんでもないっていうね、そういう世論が巻き起これば、もうあっさりと銀河線は今でもね、元気に走り続けてたと思いますけどね。もうテレビでもさ、なんと北海道、中央高原鉄道は自前の鉄道を廃止するなんてとんでもないことを言い出しています、住民は怒ってますって言ってね、そして全国で廃止撤回を求める運動が広がっていますなんてことをさ、盛んに取り上げて、その廃止しようとするやつは売国奴っていうね、そういう世論を徹底的にさ林立てれば、それは相当な力になりますからね。なんかさ、三権分立って言いますけれども、なんか今現状はなんか四権分立なんじゃないか、要するに司法、立法、行政という三権分立に加えて、四番目の権力としてそのメディア、マスコミですかね、それが大きいんじゃないか。だって結局テレビの影響って非常に大きいですからね。自民党から民主党に政権交代した時もなんかこんな風にね、ポスターがありますけども、もう自民党のね、大臣が、そして議員がこんなにね、ひどいことをしたってね、こんな失言をした、こんなにひどいことを言ったっていうさ、そういうことが強調して、テレビで取り上げたわけじゃないですか。ね、もういい加減自民党政権はさ、死ねっていう、そういう風潮がもう蔓延したから、じゃあ自民党がダメなら民主党しかないじゃないかって言って、民主党が圧勝したわけですよね。でもその後なんか民主党がこんなヘマをした、こんなになんかその言ってることと違うことをやったとか、そういうニュースばかりが流れるようになって、あ、民主党ダメなのか、やっぱり自民党しかないのかって言って、今度はまた自民党が圧勝するみたいな感じで、非常にこうテレビ権力って大きいですよね。でも最近はなんか第五の権力が持ち上がってきたんじゃないかなって思うんですけど、第五の権力っていうのはインターネットですね。最近さ、テレビとか新聞でさ、なんかネットの書き込みによると〇〇〇だよね、わらわらとか、なんかそういう記事が増えてきた気がするんですよ。なんか新聞でもさ、ネットの反応は〇〇〇〇とかさ、そういう記事よく見かけません？最近なんかあれすごく違和感感じるんですけどね。だってネットの反応って言うけどさ、ネットの誰よってね。うん。例えばネットの歩き人という人がって言うならまだわかりますよ。うん。本名じゃないかもしれませんけど、あ、歩き人っていうのはこの歩行動画撮影してこういうことを話す人なのか、こういう旅行をしてる人なのかっていうのが一応わかるじゃないですか。単純にさ、ネットの反応は、なんとかかんとかなんだよな、わらわら。〇〇〇ってバカだよな、わらわらとか、そんなさ、匿名でどこの誰が書いたかもさっぱりわかんないような、ねえ、そんなものがさ、新聞やテレビに平気で載って、それがまるで、なんか実際の世論を反映してるかのようなね、そういう錯覚を起こしてしまうっていうのは、非常に危ないんじゃないかなと思うんですけどね。なんかさ、テレビは嘘つきだってね。なんか真実はインターネットにあるんだとか言う人がいますけれども、なんかあることないこと書き込むなんか匿名の掲示板がなんかね、権力握ってるようなインターネットよりはさ、テレビの方がまだマシなんじゃないのと思いますけどね。ところ川を渡っていきます。十勝川は都市別川でしたけど、北見川はところ川ですね。爽やかに流れてますね。しかし銀河線が廃止になった時はそんなに爽やかにご苦労様という感じではなかったですからね。非常にこうネチネチとして、後世に格好を残すような、そんな終わり方だったような気がしますね。これまで散々お話ししてきたように、鉄道っていうのは非常に優秀な交通手段なので、その鉄道を潰すなっていうね、そういう一致団結が起きる場合があるんですよ。その一致団結っていうかね、異論を認めないっていう、そういう風潮が生まれやすいっていうのは、まあ裏返すと鉄道の欠点かもしれないですよね。だって
このバスはもう採算性が良くないからバス路線廃止にしようかって言った時に、一致団結、日本全国みんなで力を合わせて、まあ、あるいは北海道の道民全員が力を合わせてバス路線を維持していこうってね、バス路線を潰すなんてふざけるなんてね、そんなその一致団結っていうのかな、そういう運動が盛り上がるってことはないでしょう。もう平和的にね、廃止になって、もう平和的にご苦労様って言って、もうその爽やかに地域がね、不便になっていくという、そしてよそ者が寄りつかない、そういう閉鎖的な地域になってしまうだけじゃないですか。あ、だから閉鎖的な地域を望むのであれば鉄道なんかない方がいいんですよ。鉄道は今すぐ潰してバスに切り替えるなり、あるいはバスも潰して公共交通機関のない街にしてしまった方が、閉鎖的でね、よそ者が寄りつかない、自分たちその地域住民の人しか顔を合わせないような、そういう街を望むのであれば鉄道なんてもってのほかですよ。道東や道北の田舎町を歩いてると、なんか地元のおじいさんにどっから来たのってね、話しかけられることが、まあ、よくあるんですけども、旅行者に対して気さくっていう風に評価するのが、まあ、素直な見方かもしれませんけど、実際は、まあ、閉鎖的っていうことなんですよね。要するによそ者が珍しいってね、旅行してる人が珍しいからついつい咎めたくなる、咎めたくなるっていうか、君何者なのっていうことを追求したくなるっていう、そういう精神ってあるわけじゃないですか。まあ、それは決して悪いことと言い切っていいようなものではなくて、珍しいものに対しては警戒するっていうのは、これも人として本能的な部分だったりしますからね。別に悪いことが起きてるわけじゃないし、自分に対して危害を加えるっていう要素はなかったとしても、なんかいつもの日常とは違うような光景が目の前に展開したときに、ちょっとそれに対して身構えてしまうっていうか、知らないものは怖いっていうのかな、今なんかその危険ドラッグ非常に危険とか言ってね、覚醒剤とか、なんか大麻とかそういうんじゃなくて、なんか得体の知れないドラッグがなんか東京の渋谷で若者たちの間で蔓延してるってね、でその危険ドラッグを吸って自動車を運転して事故を起こすなんて、そんなとんでもない輩がいる。で、危険ドラッグは何が危険かっていうと、どういうふうに危険なのかがよくわからない、そこが恐ろしい。まあ、覚醒剤も人間をやめさせちゃうぐらいのね、毒物なのかもしれませんけど、どういう危険性があるのかっていうのがはっきりと分かってるじゃないですか。でもいわゆる危険ドラッグっていうのは何が危険なのか解明されてない部分があるから余計に怖いっていうね、分からないものに対して警戒心を抱くっていうのは、これはもうさ、人としてなんていうのかな、人の防衛反応、防御反応として非常にこう自然なことなんですよね。山でキノコを見かけた時も、あ、キノコ見っけって言って安易にさ、キノコ採取して食べるっていうのはやっぱ危ないですよね。やっぱりちゃんと知ってるキノコじゃなかったら、やっぱり食べるのは非常にやばいね。まあ、キノコはそれは毒キノコが多いってことが知られてますから。でもさ、ほら、私がセミを食べたりバッタを食べる動画をやりましたけども、セミやバッタは別に毒なんかないし、食べても非常に安全なんですけども、だからといってさ、皆さん食べようとはあんまり思わないですよね。どうしてかっていうと、セミを食べる習慣がないから、セミは美味しいよって言われたとしても、セミという未知のある食材に対して警戒心を抱くから、もう簡単に、あ、そうなんだ、美味しいんだ、じゃあ食べようっていうふうにはならないわけですよ。わからないものはとりあえず避けておくっていうのは、まあ人としてね、仕方がない防御反応っていう一面がありますから、だから閉鎖的な精神っていうのもわからなくはないんですよね。いや、もちろんね、その地域を盛り上げるっていう意味では開放的な街にしていかなきゃいけないし、鉄道が必要ではあるんですが、ただ閉鎖的な地域っていうのを望む人もいると思うんですよ。だからそういう人たちの意見は聞かない、そんな考え方は間違ってるっていうふうに断定してしまうのも、それもやはり一致団結というかファシズムにつながりかねない考え方なんで、閉鎖的でよそ者が混入してこないような純粋無垢な田舎町を望むのであれば、鉄道は潰した方が賢明であるということをね、
それをぜひ皆さんにお伝えしておきたいと思います。何やってんだろう。警察、おまわりさんと交流大会でしょうかね。地域の皆さん一致団結、絆を深めるというね、黄色い服をみんなで着て一致団結ということではなくて、あれかマラソン大会なのかな、まあ、桶戸の市街地に入ってきましたね。あれ桶戸駅ってどこだっけ。桶戸っていうのは街が綺麗ピカピカなんですよね。なんかそのジオラマで再現した街並みをそのままリアルにしたようなそのプラモデルで作ったそのお店とか家をそのままリアルに持ってきたような、ちょっと言い方は悪いですけどそんな感じかなって思いますね。銀河線の線路がそのままこう保存されてますね。まあ、とは言ってもね、公園をなんかこう雑草、ね、草刈りとかして、まあ、管理してるんでしょうけど、まあ、こういうふうにこうタンポポが咲いてたりとか、その辺もまあ結構ねそのままの形で残されてるっていう、そういう感じですよね。こういうなんかなんだ安全装置なのかな、こういうのってなんかよくわからないんですけど、鉄道の技術的っていうかその細かいマニアックな部分は私は知識ないですからね。鉄道と地域の関わりとかそういうことに興味があるんで、まあ、そのいわゆる鉄道マニアのメカニックな知識はありませんのでね。まあ、桶戸駅も本別足寄陸別と同じように町の中心駅ということで、ずいぶん綺麗な駅舎をね建てましたよね。なんかホーム、でもなんかこういう感じだったかな。なんかそのなんかホームはなんか線路を埋めてなんかホームを延長したような、そんな風に見えますけども、でもなんかホームはこんな感じの景色だった気がしますね。ただ駅名表がないのでここまで来てしまうとあんまりね、あの駅って感じしないですけどね。桶戸駅ですね。